はいどうもこんばんは、ラムノットです。フランボーの実況続きやっていきたいと思います。前回ですね、あんな感じで終わって今回こんな感じで始まっていくんですけども、喋っといた方がいいのかな。うん、なるほどね。だから城にまず迎えってことですね。行ってきます。あれ、王様じゃない。 Everything is fine、 全てはこれでいいのだ。はあ、俺だな。天国のような気分だぞ。何がですか？ってあなたは何なんですか？ミッドナイトを話しなさい。Is your head playing with you again? また君は頭で遊ばれているのかと。鏡に映る自分が見えないのか。もうね、フランボーはね、フランボーが殺しちゃったんだよね、きっとね、両親を。私はあなたとは違うわと、ミスターミッドナイトを話して、我々は裏切り者は殺すと、だって彼がそうなんだから。え、ミッドナイトが？普段わからないのか。ミッドナイトが裏切り者なの？私の猫は裏切り者じゃないと、彼は私のそばにいると、私の味方でいると約束したから。彼は約束したんだ。お母さんとお父さんがしたように？うん。じゃあ誰が君の世話をすると約束したんだ？そっか。親はね、約束してますからね、フランに。起きるんだ、フラン。君は裏切り者に囲まれている。私を一人にして、私の友達を離して。あなたには私しかいないのよ、フラン。私が常に君の味方だったと。さあ、今から、裏切り者を取り除こうじゃないかと。どうするフラン、幸せになろうじゃないか。めちゃくちゃハッピーになろうじゃないか、一緒に。わあ、どっかに行って。それは私じゃない。お、王様なんか懐かしいな。フラン、一体どうしたんだ？なぜ泣いているんだ？私はおかしいと。完璧に狂ってしまった。お医者さんは正しかった。クラプトンのことかな。君は狂ってなんかいないさ。君がそうやって感じていることにはとても残念に思うよと。まあ今は幸せにハッピーになるべきじゃないのかと。石も見つけて、人間に戻ったじゃないか。それはとてもいいことだよ。涙を拭かせてください。あなたのことを傷つけたくはないんです。でも私はあなたのことを傷つけそうな気がする。今すぐにでも。君はそんなことしない。あ、今ミッドナイトがと喋ってんだね。君はそんなことしないと。俺は知ってるんだ。君は私のことを大好きだから。イエスキティ、あなたのことは大好きよ。フラン、私が君に伝えたことを覚えておくんだ。愛することを忘れなければ君は生き続けると。それが唯一大切なことなんだ。君にはいつでも、モンスターと戦う力を見つけることができるはずだ、自分で。さあ、ゲートを開けようじゃないか。そうすれば家に帰れるはずだ。Let's do this。その場で訳してるとね、私だとか君だとかお前だとか私だとかね、私2回言ったけど、こう一人称がどんどん変わるよね。ここなのか？さあ、着いたぞ。でもドアはどこにあるんですか？ここか？見えるようにしないといけない。本当にでも帰りたいのかい？もちろんです。わかった。じゃあ行こう。行こうぜ。人間は絶対に立ち去らなければいけない。こっから離れないといけない。立ち去るっていうとね、ちょっと敵意むき出しだからね。隠されたドアを、
開けてくださいと彼女の現実世界へと続く。この人間を家に返してあげてください。これがドアなんだ。うん、さあ家に帰るよキティ。お、来た。ほうほう、ジアーザキン、いい日ですね。こんにちは。石を持ってきたよと。うん、そうすればこの可愛らしいクリーチャーを家に帰れるんだなと。ありがとうございます。ちょっと緊張してると、とても緊張していると。うん、ここからあなた方と離れてしまうのはとても変な気分だ。なら行かなければいいのに。 I can make a place to stay。 君が滞在できる場所を作ってあげることができるよと。うん、魔法の場所を。魔法使い、彼女は去らなければいけないんだ。バロカスからのメッセージを受け取ったんだ私は。うん、彼女はまだ心がなんて言うんだろう、まだ準備できてないと。うん、心の準備がね。そうそう、なるほど。一体何の話をしてるんですか。一体何のための準備が必要なんですか。さあ魔法使い、石をセットするんだ。時間を失うわけにはいかない。無駄にすることはできない。一体何のためにレディになる。うん、わかるだろう。バロカスが一体君に何を言ったか。君の真実と向き合うこと、多分覚えていると思う。さあ石を置くべきかな。うん、石を置いてください魔法使い。マジックストーンズクリエイトザロックジアテティ。人間にしか、解除することのできない、壊すことのできない、鍵を作りたまえと。これわざわざ鍵を作る意味あんのかな。もう開けたいよね。 Well now it's time for fun to be the key。 さあフランは、フランが鍵となる時間だ。君にしかこの扉を開けることができない。さあやってみよう。開けた人の行きたい場所に行けるってことなのかな。これ何、これどういうことなんだ。うん、どういうこと、順番があるのかな。こうでしょ。ん、これでしょ。どういうことなの。3つしか動かないしな。わかった、これが最後になればいいのかな。あれ、ん、戻っちゃうな。これでしょ。あー、これでしょ。ああ、そういうことね。これでまたペンタグラムが、さあ開いたのかな。怪しいけどね。勝利の匂いだ。ついにやったなフラン、家に帰れるぞ。とても嬉しいです。何かあなたたちにあげれるといいんだけど。そうすれば、あなたたちも私のことを忘れないでしょう。私たちは君のことを忘れないよと。君はとても特別なクリーチャーだった。忘れそうになっていたが、パロントラスが君にこれを渡してくれと言っていた。またありがとうございます。パロントラスにも、うん、彼の怪我が治るように手伝えたらよかったと伝えておいてください。I gave my patch。 なるほどね。あの、病院でちっちゃい女の子にバンドエイドをあげたことがあるんだと。必ず伝えておくよ。うん、心配するんじゃないと。パロントラスはきっとよくなる。待つんだ。君が行く前に君は知っておかないといけない。現実世界へ戻る前に、
シークレットウッズ、なんか秘密の林みたいなのを通り抜けないといけないと。その林っていうのは、見えない道のようなもの、現実と私たちの世界を結ぶ見えない道のようなものだと、もしかすると、怖いクリーチャーに出会うことがあるかもしれん、君を食べたがっている。ただ走って逃げるんだと、彼らは遅い。今頃そんなことを言うの、とても怖いじゃないか。そうですよね、心配するな、君は大丈夫だ。きっとミニゲームがあるんだろうな。ヒーヒー、I hope so。 Well, Mr. Midnight, say goodbye。 さよなら、レッツゴーな、行こう。さよなら、とても楽しかったです。あなたのことがとても大好きですと。さよなら。さあ、これで帰れるわけだな。来たよ、ほら。この音楽はミニゲームじゃないのか、ほら。あ、来てる来てる来てる。あ、これジャンプをするだけなのか。あ難しいよ。いけるぜ、いけるぜ。来た来た、早く行こう。あ、もう終わったのね。はーい。マイイマジナリーフレンド、空想の友達。え、結局林じゃないか。来たね。 My goodness、 ドアが開いたわ。さあ、ミッドナイト、今一体私たちがどこにいるのか、見つけ出そうじゃないかと、ドアが消えちゃうんだね。オーフラン、家をすぐ見つけられることを願っていると。お腹が減ったよ。ミスターミッドナイト、あ、橋の向こう側に来たみたいだ。どういうことだろう、覚えてる？ああ、なるほどね。イサースタへ着く前にこう橋を渡ってたんですよね。木が崩れちゃったんですけども。木が崩れたのかどうなったのかは忘れたけど。だ、それの向こう側に来たと。もちろん覚えてるよ。それはとても良かった。Let's keep on going。 さあ行こう。 We have to be careful な。 気をつけていかないといけない。これ薬あるね、ここに。あれ？うわ、ついていきたくなーい。なんか紐で連れてかれてたよ。ホームって書いてある。もうホームってこんな書いてある時点で現実世界じゃないって。家はこっちの方向らしい。そんなね、フランボー、君の家にこんな家ホームって書いてないからさ。あ、これもう拾えんの？動くよね。これまた動くんだな。うわっ、マジで？ Oh no、 I shouldn't have touched the pill。 あの薬に触らなければよかった。 But フラン、とても悪いよフラン、やばいよっつって。あ、でも俺ナイフとか持ってなかったっけ。ずっとここに取り残されてしまうんじゃないか。こういう時のナイフ。さあ行こう。え、あ、お前かフラン、やっとここに来たんだな。違うわ、もうここに来たんだな。2時35分までは来るとは思ってなかったよ。その上、君はもう罠にかかってないようだな。興味深い。私のことを紹介させてくれ。私はイットワード、君の真の友達だ。イットワード、どこかでお会いしましたか？どこかで会ったような気がする。そうだ、私は君が作り上げた夜のクリーチャーだ。ずっと遊んでたじゃないか。私が君をミスターミッドナイトに会えるように仕向けたんだ。わかるかね？本当に？自分でキティを見つけることができたと思ってたよと。もしかして君があの姉妹を怒らした人なの？
違う、それは私じゃないと、うん、ただ彼らは私がやったと信じていたようだが、わかるかね。 But that's because they never looked into themselves。 あいつら自分たちの姿を見たことがなかったのさ。一体どういう意味ですか、その自分たちを見ないっていうのは。彼らは全て私のせいにしたと。事実には向き合わず、彼らの両親は彼らを一切愛してはいなかった。なるほどね。フランにも同じことが言えるんじゃないかってことなのかな。ただその姉妹についての話はもうやめようじゃないかと。気づかないのか。The long man with the top hat、トップハット、ノッポの、このトップハットをかぶったやつを、いつも夜に君のところへ行っていろいろな話をしたじゃないかと。君がまだ赤ちゃんだった頃、君が私のことを想像作り上げたから私は生まれたんだと。でも私は空想の友達ではない、空想ではないと。私は君の現実の一部なんだ。私があなたを想像した。確かにかなり、見覚えがあると。となると私は否定できないのかもしれない。私は君が存在するから存在するんだと。それが真実なんだ。っていうのか、真実は実際君が私を想像することができたんだと。なぜなら私がすでに存在していたから。とりあえず、こんな話をしている場所、話をしている時間はないと。うん、今は君を家に連れ返すためにここに来たと。ついてくるんだ。家に連れて行く、うん、ただでもそんなことはできないと。あなたのことをよく知らない。君のことを傷つけたりはしない。うん、私は闇から作られたものではないと。私は君の友達だ。うん、わかった、あなたはとても優しそうだね。あなたについていくわと。うん、でもまだあなたのことを完璧に信頼することはできない。それでいいんだ。さあ行くぞ、君に見せたいものがある。よろよろですな。なるほどね。あいつは本当にいいやつそうだな。うん、Behold the Itward Flying Machine。 空飛べるマシーンらしい。え、どう思うかな。飛べるの？まあそれはいいけど、本当に飛べるの？もちろんだ、うん、この素晴らしい機械を使って、君を家に連れて帰ってあげよう。うん、なるほど、修理が終わり次第君を連れて帰ってあげると、うん、空を飛ぶんだと。ただでもまだ、2時35分ではないけど。それはよかった。でも2時35分とは一体どういう関係があるの？理解できない。それは時間がゆっくり流れる時なんだと。そうすればウルトラリアリティに入れるチャンスになる。ウルトラリアリティ。ウルトラリアリティの中ではどこへでも行きたいところに行くことができる。今は、エンドレスリミッツオブセカンドリアリティ、こうセカンドリアリティにこう閉じ込められた状態なんですと。でも君は、3つ目のリアリティ、3つ目の現実の一部なんだと。理解できるかな。なるほどね、わかった。うん、いろいろおかしいけど。なら、修理が終わるまで待っていた方がいいの？待つ？そんなことはしないと。ウォーター&ファイアーベリー、水とファイアーベリーを、見つけてきてくれないかと。うん、わかった。まあ何もしないよりは何かをした方がいいだろうと。うん、グレート。
私が作ったハンドメイドの自作のバケツにこの水を入れてきてくれと。自分で作ったんだ。ジョウロですね。おしゃれだね。こっちセンサーあるな。そしてファイアベリーを取ってきてくれ。うん。なるほど。なるほどね。燃えてるベリーを、とりあえず取ってくればいいんだな。うん。ちょっと聞いてもいいかしら。なぜそのベリーと水が必要なんですか？ベリーはとてもいい燃料になるんだ。とても長い時間持つことができる。で、水っていうのは、土を取り出すために使えると。カマラス。これカマラスってあの黒いやつじゃないの？うん。あいつらがこのフライングマシンの周りに来ないといいけど。それはわからない。But we do know that they don't like the water. でも、あいつらは水が嫌いなのを知ってるだろう。うん。忘れるところだった。君の薬。君はこれが必要だ。まだいくつかのものは君の目では見ることができない。なるほどね。これを持って何かしないといけないんですね。私の目に見えないもの？うん。ありがとう。さっきはピロを拾おうとしていたんだよと。でもトラップに捕まってしまった。あ、それについてはすまない。君の注意を引く必要があったんだ。大丈夫よ。I defeated the trap like in one second. 罠を速攻壊してやったから。さあ、今からファイアベリーと水を手に入れてきますと。すぐ戻ってくる。うん。よかった。私は、マシンの準備をしている。ここまだ中にも入れないんだな。だから水とファイアベリー探してこいってことだ。でも水っていうのはなかったよ。うん、あ、そっか、この薬を飲むっていう手段があるんだな。あら、まあ、あなたたちはもうほんとそこら中にいるし生きてるね。ハロー、 I use those shiny insects。 あの光ってた虫たちですか？私が助けたよね。うん、我々は普段いつも通り引っかかっているんだと。うん、一体どうやって知ったんだ？君は我々の仲間じゃないかと。君の仲間に会ったんだ。うん。それは良かったわね。Curiosity can lead us unexpected situation。 この興味というものは予期していなかったこの状況に連れて行ってくれるとなる場合が、出会わせてくれる可能性があると。Are you stuck？ また引っかかってしまったんですか？いや、そんなことはないと。ただ髪の毛を伸ばしているだけだと。世界一長い髪の毛を作りたいんだ。うん。それはよかった。グッドラック。さあ、行きますね。もう切っちゃいたいな、この髪の毛をな。あら。ヘル。地獄ですね。あ、あったよ、ファイアベリーズ。うん。あれがファイアベリーに違いないと。ただ届かない。そこからどいて、道の邪魔をしてるよと。うん。うん。死んでたと思って。あ、こいつが喋ったんだ。あ、本当に。どうやったらそんなことが思えるんだ。そんなことが思いつくんだ。うん。マナーがなってないようだな。本当にごめんなさい。でも君は、あなたは腐って、死んでるように見えたと。私が腐ってる？何か誤解しているようだな。うん、誤解っていうのは？ミスター・ムース。私はムースじゃないと。デッドリー・ウォーム。デッドリー・ワーム。なんか寄生虫か何かなのかな？デッドリー・ワーム。ノーノー、デッドリー・ワーム。デッドリー・ワーム。死んでるけどね、デッドって時点で。クリーチャーを殺すためにいるんじゃないと。うん、ただこの死んでしまったものを、なるほどね、寄生虫だ。死んでしまったものを土に返す仕事をしているんだと。うん、
喋るムースにしか私には見えないけど、あなた一体どこにいるの？あ、出てきた。あ、かわいいね。ここにいるよ。うん、見えないか。私の名前はフランです。ここでね、私のマナーを見せつけていかないと。うん、どういうこと？聞いてもいいかな？なぜ君は最初の場所でムースに触ったんだい？なんかどっかで出てきたかもな、ムース。ムースの頭かな。あ、俺が触った、こいつを触ったってことか。もう普通はスカベンジャーしか死んだ動物は触らないだろうと。うん、君はその一人なのか。ただ登って通り越せるかだけ確かめたかったんだと。うん、ファイアベリーズを取るために。あ、なるほどね。なるほど、それはできると思うよと。このムースはまだしっかりしていると。でもファイアベリーズは、燃えていると。多分君は怪我をしちゃうよ。うん、でもあのファイアベリーズを取らないといけないの。さあ登って、キープワーキング。ありがとうございます。優しいやつだったね。だ、燃えてるから怪我をしちゃうと。うん、だ、多分触れないんだよね。オンファイヤー。水を使ってこう濡らせってことなのかな。あ、It could work if I had only water inside。 なるほど。あ、ここでもう取っとけばいいんじゃない。うん、ファームにアタッチとしっかりくっついちゃってるらしい。あ、降りられなくなっちゃった。でも水なかったよね。水なかったしな。ここもう一個隣で、これなんだろう、水出てきそうだな。ヘア&シャイニー、これナイフで切っちゃおうぜ。使えないのか。あ、また俺そっくりな。ディフォームド、完璧に腐りかけてると。こいつらまた動かないもんね。ニュートレス、I bet I am。 私は美味しいに決まってると。あ、ここなんだ。水はどこにあんの。ファイアベリーとウォーターもう見つけたのかと。いや、水がないんですよね。どうするんだろうな。ソーマッチヘア。でもね、この髪の毛をこっから垂らしてこう下の水を汲むっていう気がするんだよな。そうだと思うんだけどな。うん、使えない。そうだよね、それぐらいしか思いつかないんだよな。だ、なんかここでなんかしたいね。あ、これ何？ I wonder why Palantras gave me。 開けることができない。これなんだろう、見たことないよね。うん、I found myself hunting the truth。 My name is Leon。 92歳だ。町から遠く離れたところで一人で暮らしている。これ長いな。Cry because it hurts inside my head, the stone of wisdom。 誰の日記なんだろう。カマラスについて書いてある。I meet shadow。 これは俺の日記なんじゃないの。 The race is called Camaras。 だ、この影はカマラスと呼ばれてると。うん、
これがあの光るやつかな。ブライト&ピースフルビーイングワズライジングインフロントオブミー。同じこの旅をしてる人がいるってことなのかな。バロカス。あー、これがリアリティの絵的なやつ。バロカスを見ていこう。ずっとこのダイアグラムというかこの図をが頭に浮かぶと。これは私が気違いだと思って。誰がですか。あ、パロントラスだ。ピンクリキッドインサイドインザサイムスポットザクリーチャーランド。あ、これがその水なんだ。ほら一緒だな。ミッドナイトですよね。イサースだ。え、文字になってんの。あ、これを使えば読めたのかな。でも難しいからまあ無理でしょうね。マブカイズジエンドオブライト。マブカ、これネタバレしちゃ、あ、なんか書いて、これ髪の毛だ。ノーデートレコード、日付が書かれてないと。なるほどね。あの髪の毛みたいな引っかかってるやつはマブカっていうのかな。あ、わからないな、これ。これですよね。これがなんかだと思うんだけどな。燃やしちゃえ。切っちゃえ。これは？これしかないよ。さあ、水はどこで手に入るんだ。何もいないし。水がいるわけだね。どっか行くんだスカベンジャー。クライマーゲン登ってもいいかしら。もちろん。でもね、登ったところでこれチェックできたりはしないのかな。あ、ソーマッチ&シャイニー。これはわからんな。これを使うことはできないのかな。使えなさそうだね。我々は引っかかってないから、ほっといてくれと。髪の毛伸ばそうとしてるだけなんだ。燃やす。なぜ？髪の毛切りたいな。ここだと思うんだよな。ほら、水あるもんね。This is very odd。イサースターに行った時にはこんなとこ水はなかったって。あ、もうここで汲めるんじゃないの？おーのー。あ、届かない。なるほどね。ここで薬飲んでも。あ、これで届くんじゃない？すぐそこにあるよ。それとも、これを見た後じゃないと、あの髪の毛を使えないってことか。一生だなぁ。ここで何をするんだ。届きそうだけどね。届かないんでしょ。さあ、そろそろしっかりこれをね、切れないよね。この髪の毛切りたいな。なぜ切れないのかな。これを渡すとかどう。
あ、助けが必要なんです。うん、このバケツをあなたの髪の毛にくっつけてもいいですかと。バケツを？なぜだ、そんなのおかしい。全然おかしくないと、この崖の下から水を手に入れたいんだ。うん、あなたの美しい長い髪の毛をロープとして使いたいんです。お願い手伝ってください。わかった、手伝ってあげよう。うん、ありがとうございます。よし、あ、いい人だね。取れた？うん、お、バケツには水がいっぱい入ったよと。ありがとうございます、シャイニングセクト。うん、さあ行かないと家に帰るんだ。ホームっていうものは、家というものはどこかにあると、みなそこに属していたい。バット、でも家っていうのはどこかに依存しているのか、ちょっとどういうことですか。うん、ちょっとその質問の意味がわからないと。レトリカルクエスチョン。 I just wanted to say that your own home。 レトリカルって意味がちょっとわからない。うん、あ、君自身が家なんだよみたいなこと言ってんの。Welcome yourself inside。 ね、自分で自分をこう受け入れるんだと。いろんなドアがあるから、なんかミステリアスだけど、綺麗ですねと。うん、また他の時に試してみたいと思います。これ絶対試さないやつですね。よし、さあこれでファイアベリーズが取れるのかな。また出てくるんでしょ。あの、水が取りたいんです。水じゃないわ、ファイアベリーが。ただこの後もう一回水取らないとダメだな。さあここで、よし、じゃあここでナイフを使う。よし、さあファイアベリーが手に入った。で、水まだ入ってるね。さあこれでいいんじゃないか。じゃあさあ水を持ってきましたよ。ファイアベリーと水を見つけたのか。うん、いや、持ってる持ってる。ほら、ファイアベリーズを持ってきましたと。ただでももう燃えてません。マグニフィセン、大丈夫だ、ありがとう、素晴らしいっつって、ありがとう。うん、で水も持ってきたんですよね。水を汲んできたバケツですと。シャイニーインセクトが手伝ってくれました。ルシファーンズのことかな。うん、彼らはいいやつだよと。ただ、この現実世界で見るときだけね。うん、5つ目の現実で見たときには彼らはとても危険なんだと。君を燃やすことができる。うん、私はまだそのフィフスリアリティには行ったことがないと。おすすめはできないな。うん、What's reasonable there may be the worst you'll ever。 なるほどね、そこに行けばもう最悪な思いしかしないだろうと。うん、忘れるところだった、水ありがとう。さあ今が、2時34分だ。さあ旅が、冒険が今始まるぞと。マシンの中に入るんだ。帰れるの？そろそろ帰れるんだね。お、もう飛ぶの？2時36分だ。We have a great possibility of reaching the targeting condition。 目的地まで、順調に着くことができるかもしれない。うん、もうすぐサードリアリティへ向かうと。うん、Are you excited? Understand more。
どういうことだろう、何を理解したの。 Maybe I would be excited if I… なるほどね、もうちょっとそのリアリティ、現実世界のことについて理解できたら、嬉しいかもと、うん、すぐに理解することができるさと、その答えっていうのはそんなに簡単に分かるものじゃないんだ。でもなぜ今じゃダメなの、うん、時間というものは流れないといけないように流れているんだと、うん、君を生かしておくために、うん、全てが今起きてしまったらきっと君は爆発してしまう。なるほどね、レディーしないといけないわけですね、うん、I'm looking for will come to me when they want。 なるほど、答えっていうものは私のところへ来たい時に勝手に自分から来るのねと。そういうわけではない、うん、なんていうか時間を通すことで You have to explore and explain the BB。時間をかけないと、時間をかけて冒険して自分で経験してそして理解するんだ、うん、ということは結局、君が見つけた時にしか答えは来ないと。だから自分で見つけろってことなんだね。他の誰かが君に教えた時じゃないと。俺こういうの無理なんだよな、言われないと気づかないタイプなんだよな、改善点とかな、怒られたばっかりなんだよな。なるほど、I'm excited now。 ちょっと分かったみたいですね。 You woke up my curiousness。 私の興味心をとても引いたと、うん、それが君のできる一番のことだよ、興味心を持って、興味を持っていれば君は常にこう感心することができる、何かにアメイズドされると。ただ今は我々にはしないといけないことがあると、うん、話していても家には着かないぞ。一体何をすればいいんですか、このマシンはちょっとしたメンテナンスが必要だと、うん、君ならそれができるだろう。さあここにファイアベリーと水がある、これを、あ、君が取ってきたやつね、うん、俺持っといてもよかったんじゃない。じゃあなるほど、それをウォーターポンプに持っていくんだと、うん、で、フューエルと混ぜるんだ。全ての情報はその左の部屋に入った時に分かると。なんか書いてあるんだろうな、どの部屋でも入りたいところに勝手に入ってくれと、うん、私はオートドライバーに、お修理するのにちょっと忙しいんだとね。なんか普通に自分で頑張ってこいでるもんな。何か聞きたいことがあれば私はここにいるよと。でもこんなことはしたことがないんだ。うん、じゃあもっと楽しいんじゃないかと。楽しむんだ。わかりました、行ってきます。ということでですね、時間的にも今回はこれぐらいで切れちゃうんじゃないかなということでですね、ご視聴ありがとうございました。どんどん内容がね、人間味を帯びてきたというか楽しくなってきたんですけども、また次回もよろしければ見に来てください。